今日の相場ユーロ円です。ユーロ円ですけども、この安値から今ちょっとかなり強く上げてきています。ポイントとして見ている高値はここなんですけど、もうここも超えていきそうな勢いで今のところ上がってきています。はい、今のところの最高値はこうですね、5月22日の高値、ここから下落して一旦上昇が入って、そこから下落が入ってきました。でこの下落強いかなと思ってダウントレンドと見ていたんですけども、T3 あたりでサポートになってちょっとまた上がってきています。再度ここが上がってくるようだと、もう一段上目指して上昇していくと、見れますので、この高値はまあ超えてくるかなというところですね。そうなってくるとこの安値からの HSI と、見れますので、この R7 が134円後半が目標かなと。直近はこの安値からの HSI の高値 R4 超えましたので、まあ目先目標は R5 になってくるのかなというところです。また下がっていてこの安値割ってくるとダウントレンドになっていくと思うんですけども、もしかしたら雇用統計でどっちかに、まあ下はちょっと雇用統計で抜けていくっていうのは考えにくいですけど、かなり幅ありますので、もしかしたら発表でがっつり上に超えてくるかもしれないですね。ただこれも一直線に上昇していますので、どっかで一回調整入ってから上がっていくと思います。上の場合もですね、じっくり待っていいかなと思います。次にポンド円です。ポンド円もかなり強く上がってきています。ポンド円はチャンネルラインずっと見ていまして、このチャンネルライン抜けてきたのでダウントレンドに入っていったかなと見ていたんですけども、安値がこの安値切り下げず今のところ上がってきています。またポンド円に関しては、大きく、サポートライン割ってきてますのでダウントレンドと見ていたんですけども、これでアップトレンドといいますか、ユーロ円とかドル円が超えていくようだったらポンド円レンジになるか、ちょっとアップトレンドになっていくのかなっていうところです。直近はこの高値超えてきたらかなり強いかなというところなんですけど、またポンド円はかなり先になります。今 0.500 まで戻りがあったところで、ここからまた下落に転じるっていう可能性もあるところですから、まだちょっとどうなるのかというところですね。まだはっきりトレンドができていませんので、基本的にはポンド円に関してはダウントレンドで見ています。ユーロ円がアップトレンドになるかもしれないっていう動きしてきてますので、ちょっとどっちに行くのかというところですね。また、形を待って、トレードしていきたいと思います。以上今日の相場です。